こんなにね、話進んでんのに、タルタリアのコの字も出てこないからね。ナビアとヌビレットがいなくなった後、あなたとパイモンはさ、はい。一応人体に有害なんじゃないの？だって薬になるぐらいでしょ、麻薬に。戻ってきた麻薬の材料になるぐらいなんだ今夜はあんたら客人のためにスペシャルメニューを用意してあるぜ。え、なんすか？なんすか？許されませんよ、これ。パイモンも疲れ。俺もな、一回原始大会の水浴びてな、めちゃ幻覚見て具合悪そうにしてたからな。今頃タルタリアめちゃくちゃ幻覚見てんじゃない？溶けた人の。まあでもそれは俺が特殊だったのかな。うまそう。昼に会ったことを一瞬で忘れられたぜ。ね、モナじゃん。え、なんでいんの？ただ飯食いに来た？なえ、なに、ただ飯の匂いに嗅ぎつけてモンドからここまで来た？こいつマジか。ただ飯の匂いでフォンテーヌまで来やがった、こいつ。おや、この声はまさか。モナめっちゃ好きだからちょっと嬉しいな。可愛いよな、モナ。かわいそうな女の子好きなんよね。あなたたちどうしてフォンテーヌにいるんです？こっちのセリフすぎるだろ。渡航費用とかお前出せたの？え？サラダ食うか、サラダ。だい、何してんの？俺たちがここにいるの占ってなかったの？だるいな、だるい、だるいな、俺。だるいな。俺、クソだるい絡み方したな、今俺。え、占ってたら分かってたんじゃないの？だる。クソだるい絡みしちゃった。ごめんな。あー、そっか、そういえば。モナって出生不明か、そういえば。フォンテーヌには用事があって。市内にホテルを取ってあるんです。っていう言い分だとフォンテーヌ寺ではないの。散策していたのですが、まさかあなたたちに会うとは。ねえ、びっくり。そんな格好してたっけ、お前。すごいハレンチな格好してんね。でもパイモンはどうして私がフォンテーヌ人だと思ったんです？メギストスがモンドのせいに聞こえないからでしょうか。そんな名字だったっけ。なんかすげえ名前が長いの覚えてんだけど。うん、そうだぞ。まあ私も昔は自分の性を持っていましたよ。へえ。これは話さなくてもいいことですね。とにかくおばばに弟子入りした後、偉大なる先生術師になるための第一歩はその性に変えることだと言われまして。ショーナゴンみたいな話なのかな。まあ性じゃないか、ショーナゴン。まあ性ショーナゴンみたいな、まあ、そういうやつなのかな。まあそこに関しては仕方ありません。おばばは優れた先生術師ですからね。言われた通り今の姓に変えたんです。でもその時はメギストスが古の一族を代表したものじゃないとは知りませんでしたが。あれ、違うのか。単純に趣味だったってこと？はい、メギストスは私やおばばが姓の代わりに使っていますが、一般的には偉大なるという意味で解釈しています。はー、なるほどね。はいはいはい。自分を称えるような言葉を名前に入れるなんて、まさかその部分も家系図に載せるつもりじゃないだろうな。グレートみたいなってことか。ええ、そうなるでしょう。いずれにせよ、将来弟子を、グレートペオルシバみたいなってことでしょ。私もそう名付けるつもりです。モナの師匠の名前はアストロマンサーバーベロストリスメギストスです。オッケー、もう二度と覚えられないね。アストロマンサーバーベロストリスメギストスね。オッケー、もう二度と覚えられないね。どんだけ長いんだよ。それも偉大なるって意味なのか。だ、ブルーアイズアルティメットホワイトドラゴンみたいな話でしょ。私の名前の意味は偉大なる先生術師モナですが、おばばの名前はそうですね。直訳すると3倍偉大なる声楽者
といったところでしょうか。ブルーアイズアルティメットホワイトドラゴンもさ、先生術師特有の称号だと思ってください。よく考えたらね、青くて白い究極のドラゴンだから、ダサいよな。と同じでしょ。だから3倍な、なんだか付け方がこれね。そうでしょ、おばばはそういう人なんです。最初はメギストスを使っていたのに、私を弟子にした後、わざわざトリスメギストスに名前を変えましたから。むちゃくちゃだろ。いや、まだなんか普通に喋ってるけど、お前がいることに未だに違和感あるわ。2倍どころかそれ以上にするなんて。メギストスは私たちの専門分野で使われる名刺のようなもので、通常であればその役割は生と同じです。わからなくても大丈夫ですよ。先生術を深く勉強する必要があるときに知っていただければ問題ありません。なるほどね。じゃあ俺はトリスメギストストスペオルシュバってことね。3倍大食いの白い精霊。ボロが壊滅的だぞ。でも英語みたいなのにその言葉にしたらめっちゃかっこいいじゃないの。でもそうなるとモナはフォンテーヌ人じゃなくてモンド人ってことでいいのか。じゃあモンド人なの。ええ、私はモンド生まれですよ。両親はドーンマンポートに移住しています。私はある時期からおばばに連れられ、各地を遊学して帰ってきた後、モンド城で暮らすようになったんです。モンド生まれだけどフォンテーヌにが育ち場所みたいな感じなの。ドーンマンポートってどこ。そっか、ならよかったぜ。少なくともフォンテーヌの水に溶けることはないな。そういえば最近フォンテーヌにも住んでるみたいな感じなのか。たとえこの国に旅で来ただけ、こいつ。あの異様な水には近づかない方がいいですよ。うんうん、あのめっちゃ知ってる。なんだか嫌な予感がしますから。おお、かなり厄介そうです。さすが先生術師やるね。予言のことでフォンテーヌに来たの。ああ予言とか、確かになんかモナに占ってもらったら何でも解決しそうだけど。例の予言に起因していると言えますね。先日スチームバード新聞がコラム作家である私、お前コラム作家なのだ。招待したんです。すごい。そこで最近流行っている予言、お前すごいな。先生術師としての見解を述べることになります。お前結構やるな。そうなんだ。スチームバード新聞のコラム作家なんだこいつ。意外とすごいな。招待状はかなり前に届いたものでしたから、当時はフォンテーヌがこんな大変な状況になるとは誰も予想していませんでした。まあせやな。あの予言のことモナはどう思ってるんだ。先生術師の意見聞きたいな。同じこと言ってるわ。せめてそれが現実になるかどうかだけでも聞かせてくれないか。言えないとオイラ不安で仕方なくって。確かに私は先生術師ではありますが、あの予言はフォンテーヌ、ひいてはテイワット全体の運命に関することです。ああ、さすがに無理なんだ。それを確認することは世界全体を占うことを意味します。シェンロンと同じやな。そのようなレベルとなると誰にでもできるようなことはありません。なるほどね。その力は私では無理だみたいな。もし私にそれができるのなら先生術師ではなく予言者と呼ばれるべきでしょう。まあ、違いあんまりわかんないけど、素人だから。ただ逆に考えるとあの予言には比類ない力があります。きっと強大な予言者によるものなのでしょう。その内容は世界の運命に関わるものであり、根拠がないからとないがしろにするのは絶対に間違っています。モナって意外とちゃんとなんか就職してお金稼いでんだな。なんか体とか売ってそうって言ってごめんなモナ。予言者聞くからにすごそうだな。本当にこの世界にそんな奴が存在するのか。まあそれこそ神とかなんかそういう次元のレベルの話なんだろうな。いますよ。そのレベルの占いでしたらおばばができます。すごっ。あ、まあ魔女会ね。似たようなことができる人がいるかもしれません。あのなんだっけ、あのアリスみたいなやつらね。師匠に連絡してくれる。連絡つくの。あなた本気ですか。わかりました。こんなに真剣なあなたを見るのは珍しいですし、私も協力しましょう。おばばに連絡できたらすぐに知らせます。連絡取れんの。ありがとな。モナって本当に頼りになるぜ。ふふん、私にしかできないことですからね。全力で私を褒めたたえてください。いつものモナだな。よっ。
最も偉大な先生術師モナ様。オイラたちの知り合いの中じゃお前より星に詳しいやつはいないぜ。よっ貧乏人。そうそう、その通りです。こいつはすまない。あ、すいません。入り口の方から何やら騒がしい声が聞こえたんだが。あ、すいません。はい、すいません。もし何か手が必要なら、あ、いい人。気兼ねなくスピナディロースらに声をかけてくれ。はい、ありがとうございます。まずい、テンションが高まりすぎて注意されてしまいました。注意はしてなかったぞ、別に。 それでは私は用事を済ませてくるので、情報があったらまた連絡します。別に注意はされてなかったと思うけど。うん、まあ、またね。頼むわ。俺のライン持ってる？モナのやつ、そそくさと逃げてったな。スピナディロースらの人がオイラたちのことを疑いの目で見てるぞ。あー、まあでもちゃんと怒られてはいるんだな。オイラが代わりに行ってやらなかったら、今頃じとめで見られてたのはお前だからな。たく、しょうがないやつ。一応ボスのマブってことで顔通ってると思うんだけどな、スピナスロースらみたいなとこには。わかったならいいぞ。ちょろいやつばっかだな。パイモンと話した後、たっぷり寝て体力を回復した。回復？回復の回ってあれって書くときもあるの？まだ少し眠いぞ。回復って言うと、あのなんか回すの方の回なイメージがあるけど。今日はヌビレットのところに行くんだろ。早く準備して出かけようぜ。はい。なんかちょっとヌビレットに頼りきりだな。あ、今日はでも落ち着いてるね。うい。お二人ともやっと来ていただけましたか。すみませんね。あ、なんか話してでしょ、フリーナと。何かあったのか。ボコボコにされてる？フリーナ。ヌビレット様とフリーナ様が揉めているようなのです。その様子を見てきてくれませんか。いや、まあまあ揉めるやろな。まあ揉めるやろな、そりゃ。だから僕はもうはっきりと言ったはずだ。ヌビレットも結構フリーナ舐めてる節あるしな。問題が根本から解決されていない以上、君と私の間ではいかなる言い訳も通用しない。なんかヌビレットフリーナにはちょっと冷たいんだよな。失礼を承知で言わせてもらうが、自分の立場を理解していただきたい。君は水の魔人ホカロルスだということ。はいはい。これを見るといい。ポアソン町の事故の犠牲者リストだ。まあフリーナの言い分的にはまあずっとそうだけど、もう私一人で何とかするし、今いろいろやってっから口出すなみたいな言い分だったよな、ずっとフリーナ。でもヌビレットはお前ちょっとさすがにじゃないみたいな、一人でお前何もできてなくないみたいなってことが言いたいってことよね。お前口の割には別に何もできてないし、なんならポアソン町でめっちゃ人死んでんだぞって、なんどういうことかぐらいは説明しろよって言ってるってことよね、ヌビレット。お前結構死人出たぞ、フリーナ。この人たちは、みんな。うん、でもフリーナは別に、あれなのかな、その、なんだろうな。フォンテーヌを潰したいと思ってるとか、そういう、まあでも運命なんだな、みたいな。三つを、みたいな。わかってるけど、言っちゃうのは酷かなと思って黙ってるみたいな感じなのかな。今回は止められなかった。だが、同じことを繰り返すのは、この私が許さない。かっこいいヌビレット、なんでこんなに肩入れしてくれんだろうな、人間に。伝説任務も見たいな。もう一度言う。知っていることを洗いざらい私に教えてもらおう。昨日ポアソン町の近くにある古代遺跡で3枚の石板を見つけた。これについて心当たりは？なんだい、急に尋問するような口調で聞いて。僕は何も知らないぞ。うん、でも今古い遺跡で見つけたと言った。ああ、何このカメラ。それが君に尋ねた理由だ。石板は4枚あったはずだが、1枚目の所在は分からず、残り3枚にはそれぞれ異なる絵が刻まれていた。全て予言と関わっていると思われる。誰かが意図して手を加えたって言いたいってことなんだよね。なんか3番目と4番目の順番が違うって言ってたのもそうだし、なんか意図して順番を入れ替えられたりとか、1枚目を削られたりみたいな、なんか改ざんされてるんじゃないかみたいな説があるんだな。でもあの石板には、そのうち2枚目の石板には
先代水神エゲリアが空に浮かぶ島に向かってひざまずき、罪を告白するような姿が書かれている。これについても何も知らないと。全然関係ないけど、ミルジーヌとかにもうちょっと清掃してもらった方がいいんじゃない、この部屋。知らないね、そんな石板見たこともないから。フリーナさん、もう一度問う。君は先代水神と関わる情報を本当に一切持ち合わせていないのか。絶対知ってるよな。石板から読み解いた情報によると、水神エゲリアはあることについて謝罪、もしくは罪を辞任していた。これに関して一番知っているのは君のはずだ。何なんだろうな、罪って。どの神だって秘密くらい持っているんじゃないかな。先代は先代で、僕は僕だ。別に変なことじゃないと思うけど。そうだね、今まであった神様、あの4分の3秘密だらけだったね。ナヒーダぐらいじゃない、ちゃんとこういろいろ俺にこう言ってくれたの。秘密なく、秘密なくというか、そもそも人生経験がないからずっと閉じ込められてたし、秘密もクソもないみたいな感じだったと思うけど。君が焦っているのはわかるよ。みんな嘘つきだったもんな。でも悪いけど、よく考えたら本当に言えることは何もないんだ。神様ほとんどみんな嘘ついてたもんな、うん、フリーナもそうか。フリーナ殿、こうなったら単刀直入に言わせてもらう。君が各方面の力を使い、裏で何か調査していることは把握済みだ。おお。様々な証拠が示している。君がずっと密かに予言について調べていること。水神として予言を調べるのは別におかしなことではない。だがエゲリアの秘密を知らないといい、調査後に何の動きも見せないのは非常に妙だ。君は君が見せているほど浅はかではない。そして誠の愚者でもない。しかし君の行動は極めて矛盾している。まあそれはもう会った時からずっと思ってたよね。なんかこう軽薄だし浅はかな行動してて、愚者っぽく立ち回ってるけど、実際はなんかこう根の深い何かがある感じはずっとしてたよな。フリーになってヌビレット、本気で愚かじゃないんだな、こいつって。多分気にかけてくれていたのかい。そんな風には見えなかったよ。帽子ちゃんと上にかぶりなよ、落としちゃうよそれ、そんな斜めにかぶってたら。君はヌビ、僕が裏で調べていることを知っている以上、僕に対してまた別の視点を持つようになったんじゃないかな。なんかまあでも解けてない謎も結構多いんだよな。なんか例えばユシキのことをさいじってたみたいな、フリーナがなんかそんなこと言ってたよね。なんかね、最初にリネと調査してる、リネが言ったらなんかあれなんかやってねみたいになってたみたいな。僕を尋問したり、疑ったりしたところで、まるで意味はないよ。特にフリーナに関しては、君は最高審判官である以上僕の部下であり僕に従うべきだ。なんでヌビレットってフリーナに従ってんの。水流なんでしょ、だってヌビレットって。君はただ僕という神を信じればいい。心の奥底で納得できるかどうかは別として、よくただひたすら従えばいいのさ。ついてるよな。いずれにせよきっとうまくいくのだから。ほう、うん、僕が言いたいのはこれだけだ。この件で話すことはこれ以上ないよ。ほーん、なんか二人ともなんか格好とか似てるね、髪型とか髪色とか。おーいけない、もうじき歌劇場の開演時間だ。それじゃあまた。午前中から話してるっつっててもう1時半じゃない。てか俺やっぱ寝坊してんのかよ。な、俺寝坊してない？ねえ、1時半じゃない？もう午前中から話してるって言ってなかったっけ？だからやっと来ましたかって言われたのか俺。ストップストップ。フリーナのやつ、オイラたちが入り口に立ってたことに気づいてなかったみたいだな。どうしたんだろう。顔は笑ってたけど、内心はオイラたちの盗み聞きに気づく余裕もなかったとか。なんだろうな、まあでも人民というか国民が死ぬことに対して
面白いとは思ってないだろうな、面白くはないだろうな、フォカロルスというか、まあ、フリーナ自身もね、ポアソン町の被害リスト見て思い詰めた表情をしてたりはしたから、なんだろうな。ドアの外でだいぶ待っていたのだろう。あーすごい、ヌビレットは気づくんだ、すいませんね。あれ、バレてたんだな。すいません、フリーナは気づいてなかったみたいだけど。全然3時間ぐらい遅刻して申し訳ないです。彼女はひどくうろたえていた。理由は私にもよくわからない。討論は幾度も暗礁に乗り上げてしまったよ。事態をこれ以上放置するわけにはいかないというのに。まあそうだな。しかしどうしても解せない。対話はコミュニケーションの基本だというのに、なぜ彼女はああも対話を拒む。なんか自分一人でどうこうしたいって感じなのかな。質問だけしても意味がないか。フリーヌに事態の深刻さを理解させないと。いや分かってると思うんだよな。ガチで分かってない愚者じゃないでしょフリーナは。事情を知るものであれば誰もがフリーナには秘密があると分かる。まあ分かるわ。問題は態度だ。やむを得ない時が訪れるまで何も明かす気はないのだろう。いやというよりかは明かしても無駄なんじゃないのか、分かんないけど。絶対にもうフォンテーナ滅びるみたいな決まりがあるんじゃないのか。もしかすると口を割らざるを得ない状況を作る必要があるかもしれない。まあだから進撃的なね感じでフォンテーヌ人は滅びなきゃいけない運命なのかもしれん。それってどんな状況だよ。罪を犯した国民というか人たちだからみたいな。一般的に人は裁きを前にして初めて真相を語るものだ。水の魔人にそのような場所に立たせれば、あるいは出す札出すか、刑事裁判する、札取ってこようか俺。でもフリーナはこれまでたくさん審判を受けてきて質問を回避するのが得意だろ。ちょっとでも動きを見せればすぐどっか行っちゃうし、どうやって逃げられないようにするんだ。逮捕状請求してこようか俺裁判所に。周到な準備と様々な勢力の手を借り、あらゆる措置を講じる必要があるだろう。まあ、せやなぁ。まあ言ったね。なんであんなひた隠しにするんだろうな。言っちゃダメなのかな。できればいかなる形であろうとこういったことには加担したくなかったが、すべては予言を現実のものにしないために必要なこと。フリーナもでも分かってはいるよな、この予言を現実のものにしないようにみんな頑張ってるんだけど、フリーナはなんかこうもう絶対変わらない運命だと思ってるみたいな。彼女にとって少々酷ではあるが、フォンテーヌ全体が危機に瀕している今、神が持つ情報はあまりにも重要だ。まあそりゃそうだな。そこに価値があるのならば一縷の望みにかけるしかない。うわ難しい言葉使うね。それなら助っ人が必要。いや誰だ力を貸してくれる人物。ああまあ、まあモナのおばばとかに聞くとかもありだけど、応じてくれる人は何人かいるやつ。まあでもそれこそ召使いグループの人たちね、株式会社召使いグループのも多分ね力貸してくれるだろうしね、暴力団スピナスロースラもね多分力貸してくれるだろうし、クロリンダとかも言ったら答えてくれんじゃね。数日後静まり返ったパーソン町のとある船内、指定暴力団スピナスロースラね。よしこれでみんな揃ったぞ指定暴力団スピナスロースラ。でもハウスオブハウスは株式会社だけど、なんつうの、表でやってる企業なだけで、バックには全然あの指定暴力団フォンテーヌじゃフォンテーヌじゃねえわスネージナヤがついてますけどね。指定暴力団がついてますけど、まあ、指定暴力団っていうか、まあ、マフィアか。まあでもにしてもこんなところ、マフィアとギャングの違いってあんま分かんねえよ。思いついたな。ポアソン町は最悪にあったばかり。うわ今は人が少ない、だから話し合いにはちょうどいいと思う指定暴力団ハウスオブハウスの人だ。構成員来た、構成員構成員来た。このマジシャン、オイラたちの隣に座ってさも当たり前かのような表情でお茶を飲み始めた。まあでもこいつらは協力絶対してくれるはずだよね。そもそも召使いの理念にね
合ってるから。家族は一緒に座ってこいつら召使いの安らぎを楽しむべき、ね、まあ、お父様の言うこと聞く人たちだからここでお茶をいただくのも悪くないね。うん、どうかな一杯。うんうん、まあいいけど、うんうん、おわ指定暴力団スピナスロースラー来た。選んでこの場を任せることにする。あんたはどう。うわ、フレミネもいるやん。ハウスオブハース&スピナスロースラー。カタカナが多すぎてややこしくなってきたな。無理だよ。リーダーって誰。まあでも普通にナビアはトップの器だろ。ナビアでいいんじゃない。あ、ヌビレットいんの。じゃあヌビレットだわ。私がその役を担えばこの船を法廷のような雰囲気に変えてしまう。いいんじゃない別に。別にいいと思うけど。でもトップの器、まあでもヌビレットはまあなんかグループのトップっていう感じじゃないか。ほらね、進行役はやっぱり。まあナビアでいいんじゃない。つまり私がやらないと。うん、意義なし。これで私に注目してくれるね。はい、別にいいです。クロリンでもいる。まあでも本当に言ってた通りのメンバーみんな集まったな。まあそりゃそうか。確かにそうだけど、とにかく遺恨も晴れてるしな。クロリンでとナビアの友人である旅人がみんなを集めて今後のことについて相談したいんだってさ。召使いははぶられるんだ。ジュイツいただきます。ありがとうございます。具体的にはそうね、みんなで力を合わせてトラップを一式仕掛けるの。トラップ。へえ、なんだか面白そうだね。何トラップって。でしょ。まあトラップっていう表現はついさっきクロリンデから聞いたのをそのまま使っただけなんだけど、急にみんなの前で話すことになったからさ、具体的な内容は彼女に説明してもらいましょう。さあ拍手。何トラップって、はあ、自分に任せろと言っていたはずだが。まあまあ、あんたの仕事ってあんまり喋る機会がないんでしょ。これを機に鍛えておけば職場でも気の利いた言葉を自然と使えるようになって上司からも贔屓してもらえるんじゃない。扱い困られてそうだもんな、クロリンデって。そうか、では上司はどう。クロリンデ結構言うんだな、こういうこと言うんだ。上司と認めてくれるとは光栄だ。まあ上司だよな一応。まあ、上司か。いい雰囲気やん。ちょっとハウスオブハース組が浮いてるけどね。では、みんな狩りをしたことはあるか。ないですけど。ないと思う。まあモンスターハンターはやったことありますけどね。小さい頃フレミネと一緒に木の棒とカゴで。ノウサギを捕まえたことがあるよ。すごいね。リネットは、そうそう、その日は体調が悪くて参加できなかったんだよね。魚ならダイビングしてる時に何匹か捕まえたことあるけど、それもカウントする。そんな多分厳密な話じゃないと思うよ、比喩表現というか。であればどれも本当の狩りとは言えない。みんな聞いたことないかもしれないが、フォンテーヌには昔ファントムハンターというチームがいた。ファントムハンター。はあ、もう二度と俺の前でその単語出さないでほしいな。もう二度と出さないでほしいけど。ただ彼らはハンターと呼ばれていても、狩りの対象は動物ではなく古代のレムス王朝が残した多種多様な魔物だった。はあ、なるほどね。今のフォンテーヌは魔物の数が減り、ファントムハンターも人混みに隠れ、他の武装勢力に所属するようになった。舞台ゴーストみたいな話か。 COD ゴーストみたいな話ね。そんな彼らはフォンテーヌ人のために独特な狩猟方法を残している。なんか全然関係ないけど、 COD のさ、ストーリーモード今めちゃくちゃやりたくなったわ今。その話した。トラップを構成するものは次の3つだ。泥臭い銃撃戦のストーリーやりたくなるな。獲物を処理する必要があれば、それに処刑器具も追加される。処刑器具ね。今ここにいる皆がトラップを作るとしたら、どんな構造のものを選ぶ。しびれ罠とかじゃない。僕はやっぱり鳩とかウサギが餌に誘われる感じで自然と入っちゃうようなカゴ構造のトラップが好きかな。はあ、僕たちが仕事するときみたいに
ほんの少し細工する必要があるけど、まあこれでも僕たち3人とも業界内じゃ実力者で通ってるから、それくらいの腕は持ってるよ。うん、そう。じゃあ、暴走町の住民の避難を手伝ってた時も同じ方法を使ったの？部下たちから泣いてる子供にマジックを披露してたって聞いたけど。いいやつやん。うん、そうだね。悪いやつらじゃないんだな、人間たちは。並行してその一帯の情報も整理してたんだ。僕はそんなにすごくない。コツコツとした方法が好きだから。水中におとり用の餌を仕掛けると、魚が手の届くところまで泳いでくる。そういった感じのがいい。何の話してんの今。むしろそういうやつの方が魚をいっぱい取れたりするんだよな。心を落ち着かせるのって何よりも大切だし。まあ、せやな。私は二人のアシスタントをやる。はあ。ノーアルタカは爪を隠すというものか。いや違うと思いますけどね。私だったら動物型のマシナリーを使うかな。パパが昔クロックワークのリスやネズミとかを買って森にいる仲間を誘い出してたのを見たことあるな。なるほどね。まあデコイじゃないけど。あんたもそういうのが好きだったよね。当時一緒にいたでしょ。なんで顔を背けたんだクロリンで。確かにそれはいい方法だ。完璧な偽装を施してあれば同類はおのずとついてきてトラップにかかる。うん。ヌビレットさんはどうですか。何の話してんの今。私はあいにくそのような経験を持ち合わせていない。それもそうでしたね。あなたは腕や細工に頼ることなく直に問題を解決することがほとんどでしたから。まあ確かにな。でしたらもう一つ質問させていただきます。まあ強大な力持ってるだろうしっていうのもあるんだろうな。もし今小細工がいらんのやろ。私たちが大掛かりなトラップを作るとしたらそれはどんな形であってほしいですか。なんかもうちょっと的を得た話してほしいけどな。クロリンで今何の話してんの。効果的でありながらも何トラップ。獲物をひどく傷つけるものではなくまた優しいものであってほしいと願う。ただただ優しい。ヌビレットは慈悲深いお方だ。ただそれは高速装置と処刑器具の設計に関わってきます。何の話してるのクロリンで。何高速装置と処刑器具。フリーナ捕まえて首でも落とすつもりなの。一撃で仕留める必要のある獲物の場合、私は最も強力な処刑器具を選ぶ。そして注意深く見張らなければならない獲物に対しても同じ選択を取る。なるほどね。まあその隙が少ないだろうからみたいなってことね。どうして。獲物を最も巧みに無力化できるハンターこそ命を傷つけることなく獲物を掌握できるからだ。生と死は往々にしてわずかな一年の差でしかない。全然わかんねえ何言ってるか。つまり僕たちは今から狩りに行くってこと。フリーナを狩るの俺ら。今何すんの俺ら。この例え方はオイラたちも予想してなかったな。納得できそうでなんか違うような気も。もし捕獲と処分が獲物に対する審判であれば私たちのやることは似たようなものだ。まあ、捕まえて吐かせるってこと。高みに座す神を裁くのなら狩猟の100倍は胆力が必要となる。マジでフリーナ狩りが始まるってこと今から。だからフリーナのことをまあだからガラさらってねえ拷問して吐かせるみたいな話ってことよね。その通り。なるほど。なんだか面白そうだ。まあだからフリーナの大切な人をさらって弱みを握るとかなんかそういうことして獲物としてトラップとしてねなんかうまくやるとかってことね。クロリンでの比喩はあくまでも比喩。あなたたちはその行動を狩りと呼ぶことはない。それを今することではないからだ。そしてフリーナとの関係も決して険悪なものではない。じゃあ今の話は何だったんだよ。どういうことだよ。じゃあ今のは何だったんだよ。何。比喩はあくまでも比喩。あなたたちはその行為を狩りと呼ぶことはない。じゃあなんで狩りの話したんだよ。なんだ、どういうことだ。必要なのは彼女が隠している秘密だけ。神の秘密を、模索するのにはあまりに不敬不遜のことだが、予言が現実のものとなりフォンテーヌが沈んでしまうよう、またあなたたちは危険を犯すことを選んだ。ハンターや獲物は存在しない。だがトラップは存在する。
あなたたちにはトラップが必要だ。家系ラーメン食え、家系ラーメン食いてー。ここ数日ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。あの試合が、長引いてお腹が空いた。俺もお腹空いたね今ね。あんなに長時間なんか薬飲んでから原神配信するとなんかね、すごいね、意気込みが半端ないんだな。手震えるんだね、いつもお腹めっちゃすく。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど。ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも他のやつらはせいぜい驚いた程度だったぞ。うまっ。おいらか、音再生しよう。こういうことってあんまり経験がないからわかんないな。でもお前と一緒ならきっとうまくいくと思うぜ。だって他のやつらがどんなに頼もしくてもオイラからするとお前ほど信頼できるやつはいないからな。嬉しいこと言ってくれるな。あれ？ん？どうした？お前いつの間にお茶なんか入れたんだ？え？オイラ気づかなかったけど。入れてないけど。何怖い話？何これ？見たことないコップだよな。どういうこと？そう緊張しないで。ん？ただお茶を飲んでいるだけだから。誰？さっきは喋ってなかっただけよ。誰？お化け？うわー、誰もいないのに声が聞こえるぞ。誰ですか？私の声もう忘れたのかしら。おい、覚えてないです、すいません。ちょっと人の声覚えるの苦手で。確かにどっかで聞いたことあるような。え？あ、お前ってスメールにいた時わけもなく空から聞こえてきた声だろう。え？そんなのあったっけ？わけもなく空から聞こえてきた。その言い方間違ってるようで正しいわね。そんなのありましたっけね。前回と同じようにあなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは私にとって手放すことのできない甘美なものだから。ごめんなさい、全然覚えてないです君は誰？俺たち何のよ。ただの通り過ぎる。すいません、本当覚えてないですね、すいません。過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとしてるだけ。アリスか。まあ、魔女界の誰かってことか。アリスとは言わんでも。友人の弟子、まさかモナの師匠の友達？あの魔女界のメンバーで謎に包まれた N。 N って、わからんわ。質問させてほしい。フォンテーヌの予言は当たるの？予言は当たるわ。まず。必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。うん。そんな。じゃあまずくない？だったらまだ止められる可能性は残ってるのか？この人が言うとガチっぽいな。すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットのすべてがそう簡単に変えられると思う。また運命が絡んでくるの？何の例外もなかったの？へえ、気がついたのね。いや、何言ってるか分かんなくなってきちゃった。一般的に予言は神の視点から見た未来だ。あー、なるほどね。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？あなたがこれから見る俺らみたいなやつらのことってことか。果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。もうなんだ、神の想定するものじゃないからみたいな話かな俺が。こ
いつ何言ってるんだなんかすごそうでスケールのでっかい恐ろしい話をしてるみたいに聞こえるぞ。なんか変なこと言ってるだけな気がするけどね。こいつ適当なの脱がしてるだけだよ。カップのお茶をそこに足したようだ。どっか行っちゃったのか。あなたならきっとわかるでしょう。無視していいものと手を差し伸べないといけないものを、ま、テイワットの未来がどうであれ最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。さていいお茶だったわ。ありがとう。勝手に入れて勝手に飲んでるだけだけどね。お前はここまでにしましょう。声が聞こえなくなったぞ。魔女の N、これが君の残すヒント。まあ俺がそのなんか得意点じゃないけど、こうなんつうんだ、こうターニングポイントみたいな人間になるのかな。人間なのかもわかんないけど俺が。はい、食べ終わりました。なんか声が聞こえるな。ちなみになんで今食べたかというと消費期限が切れてるからですねなんで今食べたかというと消費期限が今日の朝で切れてたので早めに食べようと思って食べましたなんかちょっとロールケーキ食ってたからお茶会感あったな俺。お前も働き者になったね。何言ってんだよ。起きたばっかでどうせお前は何もしたくないのか。消費期限だから言うてもね数時間しか過ぎてないんだ。イージーです。帰ってきた途端、ああモナ、あなたたちの掛け合いを聞けるなんて二人はいつも賑やかですね。大丈夫そう。モナ連絡取れた。あ結構まあまあです。日数経ったの。スチームバード新聞に行って以前話したシンポジウムに参加してきました。シンポジウム、シンポジ、何？何？フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、何？ただ黙って待つのではなく、自分たちで危機を回避する手段を準備しないと、と提案していました。私もその通りだと思い、彼女と少し話してみたんです。ほん。もしかしてそれって髪がピンク色の記者じゃないか？すごいな、フォンテーヌのやつ全員出てくるな。そうそう、シャルロットという方です。シャルロットじゃん。知っていますよね。知ってますよ。考えたことをそのまま実行し何でもかけてしまう有能な記者です。今日だけで全員出てきたんじゃないか。彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが、ほんのわずかな言葉で人生を左右されてはいけません。うん。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません、試しては見たもののここ最近おばばと連絡がつかないんです。今夜もまた試してみますが、うまくいかない可能性も考慮しておいてください。実はもうある人が来た。うん、 N が来たよ。 N が。本当ですか。そう、トゥルルルルルトゥルルルルテン、ドゥク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 。神は万能だって思うはずだろ。でもなんか魔女会ってさ、なんかちょっと特殊な人たちなんじゃなかったっけ。なんかあったよね、なんかその来訪者みたいな人がなんかいっぱいいるみたいな話どっかで聞かなかったっけ。魔女会のメンバーであればおそらくただものではありません。 N と呼ばれる魔女、おばばから何度か彼女のことを聞いたことがあります。うん。方向感覚に優れていて道に迷っている人を導くのが好きだとかマップやんナビゲートの N みたいな感じだってすんのかな。でもそんなことないか。私は一度も彼女に会ったことがないんです。名前だもの。食べているのなら決して若くはないでしょう。おばばでさえ何百歳なんですから、きっとおばばより長生きしていますよ。アレクサやん。マジ魔女会の人って恐ろしいな。でもババアっぽくなさそうだよな、みんな。元気いっぱいなのかな。
能力だって、それはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざわざ見に来たということは、あなたの問題は彼女が興味を持つほど重要だということです。でもこうなんか魔女会の人がね、物語にがっつり絡んでくるの珍しいよね。だいたいなんかイベントとかサブイベとかで出てくるけど。でもおいら、あいつの言ってたことをまだ理解できてないんだけど。なんかああいう高貴な存在ってさ、なんかねえ、高貴な存在ってなんかこう難しい言葉使ってくるけど、もっとわかりやすい言葉で導いてくれよって思うわ。彼女のヒントは曖昧ですが、うん、おそらくまだ天気があると伝えたいのでしょう。俺は神のその予言に含まれないんだろうなっていう感じだね。俺はその天気がいつ訪れ、どういったものかについては言及していません。うん、まさか今のあなたが知ってはいけないことなのでしょうか。どういうこと。確かに何の役にも立たないヒントじゃないやつ。でもそのヒントの価値と意味はいつになったらわかるんだろう。まあ確かに。それともあれこそが俺の疑問に対する一番の答え。旅人パイモン大丈夫ですか。よくわかんなくなっちゃった。大丈夫だぞ。けどオイラちょっと息が詰まりそうで、なんだか世界の滅亡が本当に訪れるような気がするんだ。ええ、その胸騒ぎは私にも感じられます。私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。うん、私の目に映る範囲では運命が決して揺らぐことはありません。はあ、なるほどね。もう定めなんだ。もう一回決まってることは変えられないみたいなね。しかしそれでも私は奇跡を期待し信じています。先生術は普遍で合理的なものですが、運命はそうではありません。残酷で時に美しいものでもあるんです。いいこと言うじゃん。おそらく N はそのことを伝えたかったのかもしれません。信念を失ってはいけない。目の前にあるものが必然的な結末とは限らないことを信じるべきなのでしょう。だるいから見ちゃった。傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。たとえ無駄であっても、もう一度だけみんなの戦いのためにやりたいと思います。最後の瞬間まであがかなければ、どう胸を張って結末を迎えられるというのでしょう。スメールとか稲妻はマジでそこの国の人たちだけでさ解決したけど、こうフォンテーヌは結構こう過去のキャラクターとかも結構出てくるね。モナしかり、タルタリアしかり、まあ、魔女会の話とかもまあそうっちゃそうだけど、なんかフォンテーヌで小出しっていうかね、フォンテーヌだけじゃない感じがあるよね。私としたことが、また先生術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。専門分野の話になるとつい。そろそろ帰ります。もうそんなことないよ、ありがとうね。あなたを少しでも勇気づけることができたのなら無駄口ではなかったようです。確かにそう、ディシアも出てきたからね。あなたが私と同じように、まあ稲妻の北斗はずっと信じてます。あれはなんかちょっとまた特殊なイメージがあるな、俺の中では。あれは俺の中ではリーユエと稲妻の同線みたいなイメージだからな。まあ今回でいうディシアみたいなイメージ、まあ途中に出てくるんだけどさ、カズハと、カズハのな存在がでかいな。稲妻への線路だったからリーユエないの、なんかそれとはまたこう、え、こいつなんだみたいなのが出てくるからいいなって思った。とそのせいなのかもしれませんね。私たちがいつも偶然出会っているのは、最終章とかに向けて動いてる感があっていいよね。最後はテイワットの人間たち全員で天理に向かっていくみたいなお話になってくのかな。まだでもわからんよな、ワンピースみたいな状態だもん。なんだか今の誰がラスボスかわからんみたいな。胸の奥がキューってしてたの。イム様なのか黒ひげなのかシャンクスなのかみたいな状態だもんね。今アビスなのか、スネージナヤなのか、ね、天理なのかみたいな、ふわっとしてる状態だもんな。旅人、オイラ急に外を歩きたくなってきた。ちょっと散歩しに行かないか。いいよ。なんかクソ最初の方に新聞にオイラたちの名前クローみたいな名前のやついたよな。本当だの、なんかトップみたいなやつ、トップっていうか、まあ、アンボスみたいなやつ有名になったのかな。どれどれ、水の下のメロビデ要塞はその気高くも自由で独立した運営体制を貫き続ける。
だが誰もそれに関われないかといえばそうではない。罪をつなんか犯せばいけるってことじゃなくて、先日記者はメロピデ要塞に潜入しようとするもかなわずあいつまだメロピデ要塞に入ることを諦めてなかったのか。ある違法の友人が今回の記事の中心となる。あいつそんな仲良くないけど行く先々で話題が。俺フォンテンのイベントやってないから。その謎めいた彼は水中要塞に入ったことがあるという。あいつとそんなんか急に仲良くなったみたいな感じだもんな今俺の感覚。探ることのできないメロピデ要塞の内部。しかし違法の旅人の物語は魅力と驚きで満ち溢れたものであることをお忘れなく。おお、まあでもなんかいい感じの記事やな。記者シャルロットの生涯の傑作、旅する姿、世を渡り歩いて。何宣伝、何小説かなんかの宣伝。シャルロットのやつ、オイラたちのかっこいい写真を裏でこんなに撮ってくれてたのか。え、見たい見たい。オイラ全然気づかなかったぞ。見たいな、かっこよく写ってるかな。でも結局メロピデ要塞の情報を手に入れられなかったんだろうな。それで会いやすいオイラたちの写真を撮って記事にしたんじゃないか。多分そうか。あいつ、ま、写真もうまく撮れてて見出しもインパクトがあるから許してやろうぜ。まあちょっと肖像権とかは一旦訴えるけどねヌビレット交えて訴えるけどね、肖像権がどうのこうのって話で。